YSP 豊川の YouTube チャンネルへようこそ。代表取締役の三浦です。今日は原付を、スポットを当ててご紹介します。学生さんたち、今度新入社員の方、原付で通勤通学される方も多いと思います。新しい門出をね、ニューマシンでスタートしてみませんか。今日はヤマハの B の、そしてこの奥のジョグをご紹介します。はい、ヤマハの B のは2018年からホンダ製造になってしまいまして、これは業界のコストの問題とか排ガス規制とかいろんな問題がありまして、ここへ持ってきてホンダさん、ヤマハさんともに原付に関しては協力し合って国内の販売を盛り上げていこうということでね、その結果がこの B のもホンダ製のエンジンになってます。ジョルノっていうホンダのね車両とヤマハの B のが、まあ言ってみれば兄弟車になった形になりました。簡単に車両の説明していきたいと思います。外観はどっから見てもヤマハの B のだなというふうにね思います。非常にキュートで可愛らしい。メーター周りはガソリンメーターとかトリップオドメーターもついてます。アイドリングストップがこう装備されまして、最近の車と一緒ですよね。まあ、これが使う方使わない方いらっしゃるもんで、きちんと、スイッチがオンオフできるようになってます。あとエンジンのキーでシートが開くようになってるんですけれども、ちょっと注意しないといけないのはオンとオフの間にシートというね、位置があります。シートというところでこのボタンを押してもらうとシートオープンになってます。このようにヘルメットが1個入るぐらいのね、セカンドバッグとかデイバッグとかも入っちゃいます。さらに左側のボックスには実は 12V のシガーソケットが装備されています。 USB の変換アダプターをつけてもらえば、この中でスマホを充電することもできます。あと便利なのはコンビニフック、コンビニの袋をねこんな感じでかけてもらって足元にね、置いてもらうっていう非常に便利なものがついてます。ぐるっと回ってもらって、ここにやっぱりそうですよね、ホンダマークがついてますよね。エンジンがホンダなんですよ。ガソリンの給油口がここにあります。足元です。タンクは鍵が必要です。鍵を右に回してもらうとこんな感じで取れるようになります。つけるときは三角印を前にして押し込んでもらって、キーを抜いてもらえば密閉されてます。水冷エンジンの単気筒になってます。ですからオーバーヒートとかそういった部分では、まあ、心配はほとんどないんですけれども、当然インジェクションというね燃料噴射方式を取ってますので、コンピュータ制御で、何か異常がある場合にはメーターのところにエンジン警告灯も装備されてまして、走行中にもしついたりしたらね、お店に相談してねっていうようなね、そんなシステムになってます。あとブレーキがコンビネーションブレーキっていう風になってます。通常、右手で握る方は前、左手で握る方が後ろという風になってるんですけども、この B のは右手の方は前だけ効くんですけども、左の方は前後、ブレーキが連動して効くようになっています。あとこんなところにちょっとしたパーキングブレーキのね機能もあります。
色はちょっとまだ2023年が入荷していません。4月の頭から中旬にかけて入荷する予定なんですけれども、B のは6色です。ブルーとブラックと、もう一つマットグリーンというのがあるんですけれども、この3色は2022年と継続モデルになりまして、この赤が黄色になります。で、ベージュはよく似たベージュなんですけど、ちょっとラインが違ったりです。あとはこのブラウンはサイドのラインがちょっとなくなりまして、インナーのカラーも少しトーンを落としたカラーリング変更という風になってます。しかしこのご時世、輸送費とか部品代とかが上がりまして、2022年のモデルからすると1万円アップになって、本当にごめんなさい。税込みで21万4500円っていうね、金額になってます。はい、続きまして EB のを紹介したいと思います。まあご存知の通り、 EB のは 100% 電気です。よくテレビ番組でね、全国を充電しながら旅してるね、例のやつです。もともとヤマハさんの B のをベースにモーター装備させたような形になってます。当然ガソリンタンクだとかね、マフラーとかそういったものは省かれて、モーターが後輪を駆動するように作られてます。操作方法は大体一緒です。スイッチオンにしてもらうとこんな感じでバッテリーの残量とスピードメーターが表示されます。この B のは走行モードが2種類ありまして、パワーモード、スタンダードモードよりもちょっとスピードが出ます。それから上のブーストっていうこのボタンが、車で言うとターボみたいな、パワーモードもしくはスタンダードモード、どちらのモードの時でもこのブーストのボタンを押してもらうことによってちょっと加速をします。こんな機能がついてます。だいたい1回満充電で、2022年のモデルまではだいたい29キロとかそんな感じだったんですけれども、今度32キロっていうね、数字になってます。ただモードの切り替えによってはもうちょっと伸びる場合もありますし、逆に下がるというようなね、そんな感じにもなってます。やっぱり盗難防止の機能としてはこういったハンドルロックと鍵穴シャッターがついてます。そしてシートはやはりここで開くようになってるんですけども、シートの下には実はもうバッテリーボックス、バッテリーはこういったロックを外しますと、ここに端子がついてますので、で引き上げてもらうとこんな感じでバッテリーがね、取り外します。それを専用の充電器がありまして、これを三角印合わせまして、そうすると今もう緑色のランプがついてね、充電中になってます。だいたい1回の充電で電気代から換算すると多分20円弱ぐらいできると思います。バッテリーの残量によっては少し、充電時間も変わりますけれども、終わりましたら入れてもらって、この端子をつけてもらって、こうやってロックしてもらいます。で、こっちなんだか長細い入れ物やな思いがちなんですけれども、これはもっとたくさん距離乗りたいなっていう人のために、同じバッテリーをもう一つここに、収納してダブルで走ることができます。ヘルメットどうすんだよ、ロックができないじゃないか、盗難とか非常に不安だなっていう方は大丈夫です。ヘルメットのここの D リングをこんな感じでかけてもらって、そしてシートをロックしてもらうとヘルメットがロックできます。別にこの EB のに限らず、まあヤマハさんの B のとかジョグ系でしたら、みんなこういったちょっとした突起がついてますので、結構知らない方が多いと思いますけれども、もしシートの中にヘルメットが入れられない場合はこんな感じでロックしておいてもらうと安心かと思います。ではちょっとだけ走ってみましょうか。はい、いかがでしたでしょうか。音もなく走る、ちょっと不思議な感じがしますけれども、本当に環境に優しい車両です。これからこういった電気のオートバイっていうのはヤマハさんを含めて各メーカーからいろいろ出てくると思います。皆さんの用途に合った選び方をしていただければいいと思います。実は車体価格が通常のガソリンエンジンの B のに比べるとだいぶ高いです。31万4600円ですね。
ただ今補助金制度があります。この4月ぐらいにはおそらく今年度の予算が決まって発表があるんではないかなというふうに思います。去年は確か3万1000円ぐらい申請をすると戻ってくるっていうシステムでしたのでね。またホームページでそういった情報はうちの方で出しますので、では次にジョグのご紹介をしたいと思います。それではジョグをちょっと説明したいと思います。ジョグはスタンダードのジョグとデラックスのジョグ2種類あります。デラックスのジョグはビーノと同様アイドリングストップがついてる。あとカラーリングがですね、スタンダードのジョグは5色。今白、茶色、シルバー、黒という風にあるんですけれども、白と黒だけが2023年は継続カラーになりまして、他の3色がブルーを含めて変わっていきます。デラックスに関しては黄色がラインナップに加わります。B のもね、黄色があって、なぜか今年は黄色が来るのかなっていうふうにもね、ちょっと思います。ぜひ入荷しましたら店頭でご覧ください。あと、当店では今、ジョグ B の新車お買い上げの方、ヘルメットとグローブの両方とも 20% オフのセールをやってます。ヤマハのゼニスというね、ヘルメットなんですけれども、シールドはね、UV が入ってまして、内装は外して洗えるタイプになってます。夏場やなんかで汗ばんで、そういう場合は内装を全部バッサリこんな風に外してもらって、中性洗剤でちょっともみ洗いをして、それで陰干ししといていただければリフレッシュしてね、清潔に使ってもらえると思います。バックルもワンタッチバックルを使ってます。このモデルから日本製のこのステンレスのバックルに変わりましてね、より装着が簡単になりました。さらに、こんなグローブ、メッシュのタイプですので、非常に通気性がいいです。冬場になりますとね、少しこれだと寒いんですけども、これヤマハ製です。ここのところが硬くなってましてね、安全面でも非常に考慮されたね、グローブになってます。これは税込みで3465円なんですけどもね、これも 20% オフでね、サービスします。今、フレッシュマンセールということで、YSP 豊川、皆さんのご来店をお待ちしてます。新しいカラーも入荷すると思いますので、ぜひ店頭でご覧ください。この動画気に入ってくれた方は、いいねボタンを、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。